2009年イギリス GP ラタパーウィライロータイ後1988年4月14日イはタイ王国チョンブリー県出身のオートバイレーサー2010年よりロードレース世界選手権元2クラスに参戦中タイのベテランレーサーだったクリスマスウィライローの長男として生まれる5歳の時ジュニアロードレースを開始 10歳の時には 50cc のモトクロスレースで勝利を収めた。2004年には全日本ロードレース選手権 GP125 クラスに参戦。翌2005年には GP250 クラスにステップアップし、第5戦スゴでは青山周平に次ぐ任位表彰台を獲得し、シリーズランキングでは7位に入った。2006年も同クラスに参戦を継続、前戦で、 表彰台に立つ活躍を見せ、横江隆二に次ぐシリーズランキング2位を獲得した。またこの年には、モテギで行われた、日本 GP250cc クラスにワイルドカード参戦し、10位入賞を果たした。2007年からは、ホンダの対現地方人の支援を受け、スペインのストップゴーレーシングチームが運営する、対ホンダ PTT、サグチームから、 ロードレース世界選手権 250cc クラスにフル参戦を開始。デビューイヤーはシリーズ17位、翌2008年はシリーズ13位に入り、同体制を維持したまま3年目のシーズンとなった2009年にはウェットレースとなった第4戦フランス GP で自己ベストとなる5位に入賞。最終戦バレンシア GP では、 自身初の1列目グリッドとなる予選3位から再び5位に入る活躍を見せ、2年連続でシリーズ13位となった。2010年シーズン、ビライローはチームに残留し、250cc クラス後継のもとにクラスに、ビモータ製のシャシーを買って参戦した。第6戦、ダッチ TT の予選では2番グリッドを獲得、決勝ではトニエリアス、 トーマスルッキと表彰台をめぐっての激しいバトルを展開した結果、自己ベストを更新する4人フィニッシュを果たした。しかしシーズンを通してみると、シャジーのパフォーマンスの低さに苦しめられて会に沈む、レースが多く、年間ランキングは22位に終わった。2011年もチームに残留し、元にでの2年目のシーズンを迎える。しかし2010年12月6日、 肝臓癌で亡くなった父クリスマスの葬儀のため故郷、チョンブリーに帰っていたウィライローは、友人の運転するバイクの鉱石に乗っていた時に、交通事故に遭遇した。友人は死亡。ウィライローは、頭部に重傷を負った者の一命を取り留め、リハビリを終えて、開幕直前のテストから現場復帰を果たした。5つ年下の弟、ラタポンウィライローもオートバイレーサーとして活動しており、 兄と同じく全日本ロードレース選手権に出場した経験を持つ。ありがとうございます。